今日の平穏が当たり前のように明日もやってくる、そう信じてはいませんか？でもお気をつけください。怪異は非日常が大好物なのですから。誰も知らない、知られてはならない怪異だ。それが七種怪異だ。本日のお話は、悪事千里を走るということわざをご存知ですか？悪い評判や噂はあっという間に世間に知れ渡るという意味のことわざです。その評判や噂がたとえ偽りのものであっても。え、みんなが私を外したグループを作ってる？嘘だと思うなら学校の裏サイトチェックしてみろよ。A子には秘密でグループ作らない？え、ナナシちゃん、何これ、なんでなんで？ A 子があれだからサプライズ。いいね、賛成。じゃあ決定で。ひどい、ナナシちゃんのこと親友だと思ってたのに。な、ひどいだろ。でも僕だけは君の味方だから。やめておけ。お、何か言った？ううん、 A 子にバレないようにね。ここに書いちゃダメだよ、 A 子に見られちゃう。バレないと言えばバイトも平気？大丈夫。ナナシちゃんがバイト、全然知らなかった。もっといいこと教えてあげる。ナナシ、バイト先で万引きしてるらしいよ。そんな。そうだ、僕が書き込んであげる。ナナシか、バイト先で万引きを書き込んだな。え、な、なに、あれ、B 君？お前もやめておけ。え、誰って誰もいないか。仲間外れ、内緒でバイト、その上万引き。私がナナシちゃんを正さないといけないよね。ナナシ、バイト先で万引きを。何なのこれ。忠告を無視したな。あの子じゃない？見かけによらないね。本当なのかな。ナナシちゃん元気ないね。うん、 A 子ちゃん昨日から家に帰ってないんだって。明日誕生日なのに。え、晩ご飯に嫌いなピーマン出たから家出したとか。ここじゃあるまいし。それに A 子の友達も突然いなくなったって。神隠しってこと？わからない。でも他の学校でも起きてるみたいで、 SNS で話題になってる。これなんだけど、神隠しか。スマホだけを残して忽然と部屋から姿を消す。ボン、スマホ欲しい。ココはダメ、ゲームばっかやるでしょ。見て、これが残されていたスマホ。これは戒め。やめておけ、やめておけ、封印の少女。どこにいるの、戒め。自らを晒しおとりになると。そこに隠れている小僧も出ておいで。おい、みんなをどこにやったの？その中じゃよ。新作ゲーム？ネットの中に渦巻く悪意といったところかの。誰か助けて。エーコ、どうしてこんなことを。今すぐみんなを解放して。そやつらは人の人生を台無しにしようとしたのだぞ。でも反省してるはずよ。わしはお前より少しばかり長く生きているからわかるのさ。その涙は反省の涙ではない。何も悪いことをしてないのに、なんで私がこんなひどい目に遭わされなきゃいけないのかと思ってる。そんなやつらをこのまま世に放ってもよいのか。そんなことない。お前関係ないじゃん。解放しないのなら。それでもそやつらを助けるか。早く対戦しよう。これが多様性というやつかの。人の問題は人同士で解決しないと意味がない。お前怪異だし。いいだろう、今回は見逃してやる。確かめろ。全員元
の場所に戻した。だがそんな甘い考えではいずれお前かお前の大事な人が苦しむことになる。心しておけ。ボンがスマホ買ってくれますように。ダメ。よかった、無事で。お誕生日おめでとう。本当にごめんね、ナナシちゃん。くっそ、こんなはずじゃ。ナナシの万引きを指示したのはエコ。次はないと言っただろう。中国で一里はおよそ500メートルだそうです。千里ですと東京から京都の手前くらいでしょうか。 SNS なら本当に一瞬で世界中に拡散されます。それがたとえ間違いや偽りの噂であっても。